ません。あ、ゆりこさんこんにちは。あれ、小倉さん今日は、あ、ゆりおー、どうも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 なんだよ、つりこさん。いや突然来るからびっくりした時。いや、今日じゃないとどうしてもっていうのがあってっていうのはインスタグラムとかで見てたんですけど、これをちょっと、はいはいはい、ついに、すいません、今日今ね出荷でバタバタしちゃっててね、本当についにこれができてきたんですよ。ダンスシェイズとコラボで書いてありますかね。ついに US って書いてありますね。ラインスラックとダンスシェイズのコラボでついにトップウォーター専用プライムタイムスペシャルができました。いや本当にその、うん、ちょっと、まあ、自分トップウォーターの釣りは好きですけども、うん、トップウォーター専用の偏光グラスっていうのが、うん、えどういうことだろうと思ってちょっとお話を聞きたくて。自分結構その偏光グラスマニアなんですよ結構。で、なんだろう、今まで通常売ってた偏光グラスをかけて朝夕まずめ釣りすると、これ明るいローライトの時にいいですよっていうやつをかけてもすごく暗く感じてたんですよ。暗く、はい、暗く。だから朝夕まずめにこの偏光グラス外してる時が多かったです。はい。だけど俺らが一番そのトップオーダーでエキサイトで楽しいそのまずめ時をしっかりやっぱこれ見とかないとダメだなっていう、はい、いや小倉さんはもうほんと亀山ダムとかもどこでも釣りされてるイメージはありますけど、はいはいはい、シュフィールドは牛久沼じゃないですか。そうそうそう、ああいうマッディレイクで変更っていう意味あるんですか？水の中を見るっていうよりかはその朝とか夕方ってこう斜めから光差し込む、はいはいはい、まあローライトの時って、はい、その時って意外とその反射光がこう来ちゃったりとかで、はい、でかといってその濃いグラス色のグラスだとその暗く見えちゃって見づらくなって目が疲れる、はいはい、だからこの見えますかね、これ指が透けて見えると思うんですけど、はい、かなりその裸眼に近い薄いレンズカラーなんですね。あ、ミラーコートしているだけで実際にベースにしてるカラーってこれ結構薄いんですよ。薄い、あ、本当だ本当だ本当だ、見えるかな、なんか角度によって今、うん、あ、でもそうか、なんかインスタとかで見てるとミラーコートなんでもっと暗い色の、そうですよね、ドッピー感仕様なのかなと思ってたんですけど、逆にその色がこの薄いんで、はい、このミラーコートにすることによって、はい、その斜めにから入ってきた光がこのミラーに反射してその光を遮ってくれるというか眩しさを抑える、はい、だけど実際にかけるとそのなんだろう裸眼に近い明るさがあるんで、はい、暗い時間帯にも明るく見えるし、その光も遮る、はい、まあ牛久とかもまあそのなんだろう、まあ足があって、はい、影になっててとかなってると、はい、やっぱりちょっとローライトの時って見づらかったりするじゃないですか、はい、影の中とか、はい、やっぱり色の濃いレンズだとすごい見づらかったりするんで、この薄い色のレンズ使うことによって見やすく、そしてやっぱりねその僕もやっぱり何度か危ない経験してるんですよ。そのローライトの時にまだ偏光いいかなってかけなかった時にルアーが飛んできちゃうとかして危なかったりもするんで、やっぱり目を保護する意味もあって、やっぱりそういう時間帯にはやっぱりしっかりかけたいなって思います。で今回なんていうか、自分たちもうだいぶおじさんの世代に入ってきちゃいますけど、結構これ若者に大人気のメーカーとラインスラックのコラボってことですね。いやもう本当ね、ダンスシェーズさんにその協力いただいてですね、このなんだろう、わがままなこのダンスシェーズさんにないこのレンズカラーをね作っていただいてですね。あ、これ専用で作ってもらったの？専用で作ってもらったんです。もうね本当にサンプルも何十本も作ってもらって、いやもっと結構いろいろなコラボレーションがある印象があったんで、はい、
なんかありものの組み合わせで名前だけピピって入れてとか、うん、そんなもんかと思ってたんですけど、レンズカラーからもそうです、レンズカラーもそのもうローライト用に作ってもらいました。でまずレンズベースのレンズカラーを決めて、はいはい、そこでやっぱりちょっとまだ眩しさがあるんで、はい、じゃあどうしようかっていうところで、はい、このミラーコートっていうのをいろんな種類を試して、ミラーコートもいろんな種類あるんですか。そうなんです、いろんなもう赤から青から黄色からオレンジからのいろんな色あって、それも全部試して、そのミラーの濃さも全部違うの試して、その中からベストなものをチョイスさせていただいて、これあのもうコラボの専用のこれレンズになってます。フレームはこだわりとかって、今回いろんなフレームも多分いろんな種類からそうですね、この形っていう感じだと思うんですけど、フレームはあのダンシェーズさんで販売しているグラッサーっていうモデルのフレームを今回採用しました。このねグラッサーっていうモデル、なんだろう、どの方がねかけてもね、こうなんだろう、顔にフィットするし、そのあんまり突飛な形じゃないんでね、どなたでもねちゃんと似合う、そういうフレームになってると思うんですよね。なんか一世代前の流行りのあのなんていうか仮面ライダーの目みたいなああいうサングラスしか自分持ってないんで、はい、この手のなんていうか街でもかけられそう、そうですよね、この感じの方ってすごいかっこいいなと思って、結構ねやっぱりねダンシェーズさんはフレームの形も結構あの今風でかっこいいですし、何よりもねやっぱりねこのなんだろう、かっこいいんだけどやっぱリーズナブルっていうところが、あ値段おいくら、税込みで6,600円、あ1万円全然切っちゃいます、いやコラボだから、はい、自分なんやかんや1万円超えてくる価格帯のものなのかなと思ってたんですけど、うん、これあのケースもついてくるんですね、うん、そうです、ケースもねこれダブルネームで、はい、ダンシェーズとラインスラックのプリントがしっかりこう入ってる形ですね。なんか6,600円でこんな至れり尽くせりなんですね、うんうん、そうなんですよね、もうソフトで、はい、コンパクトにこう収納できるんで、はい、かさばらないし、これちょっとしたなんかなんですかね、ベルトとかにかけて、はい、吊るせるようにここねちゃんとこういうフックがついてるんですけど、いやーこれね最高ですよ。これ29日から発売開始ってことですけど、はい、手に入りそうですか、予約とか。あ全然予約もしていただければ。あまだまだ数は、はいはいはい、これねちょっともう一つだと、これあのミラーコートでその上からこうやって光が入っちゃうとすごくこの自分の目が映り込んだりしちゃうんで、もうちゃんとキャップなりなんなりをしっかりこう被って、この上からの光であったりとか脇からの光をちゃんと遮ってあげることによってより見やすくなりますんで、ぜひねちょっと見づらいなっていう時帽子が上がってたりするので、はい、ちょっと下げて、はい、つばをちょっと伸ばしてかけてみてください。全然関係ないんだけどごめんね、はい、これあのグラッサーで、はい、全体的に丸いのをちょっと四角っぽいって男性にいいようにして、はい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 、これ実は素材が本来のグラッサーもう少しこれ分かります、はい、ゴムっぽいやつ、ゴムコーティング、ゴムっぽい、わかります素材、あの滑り止めみたいなちょっと、ま、マットのちょっとグニまではいかないけどちょっとなんか、そうなんか引っ張り、はい、ちょっとペタって引っかかる、はいはい、それではなかったないんですよ。あグラッサの形状だけど素材はこのちょっとカッチリとした、そうつるっとした、はいわかります。一応これ規制とか言った方がいいの、じゃいや。あのグラッサーと一緒だって思ったって あれなんか違うって思っちゃったあれかな。いやあのここの寸劇をそのまま使わせてもらえるとまあまあ大体釣り TV はそんな感じだよね言い忘れてた。ちょっとあのおかみさんから今重要な情報が、まあ、いろいろこだわって作ってるんですよ。そうですね、そうですね、いろんな情報が詰まってるということで、はい、じゃあ5月の29日から全国販売開始ということ で、ね、次の日曜日からよろしくお願いします皆さん。ぜひね、本当なんか今までちょっと真面目時暗くて外しちゃってる人とかは、はい、これ、はい、見やすい、はい、あすいません忙しいところ申し訳ないんですけど、はい、あのいよいよファンミーティングが復活するんじゃないかっていう情報も、もうあのね病の方で、はい、あの流行りの方でちょっと、はい、あの
なかなかね大会の方できなかったので、はい、まあ、今回ちょっと6月に片倉ダムの笹川ボートさんで、6月19日に、はい、ライスラックファミリーミーティングボリューム7になるのかな8になるのかな、うん、まあそんな感じなんですけど、5月30日のお昼まで募集してますんで、まず笹川ボートさんで、ボートの予約を取っていただいてボート予約先、はい、こちらに、LINE アカウント、インスタグラムの方に載せてありますんで、そちらの方に登録していただいてエントリーしてください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう久々にねみんなで釣りしたいそうですね、はい、ちょうど季節的にもバッチリのバッチリのタイミングってことで、はい、プライムタイムスペシャル、ぜひ皆さんよろしくお願いします